焦点は合わせた部分のことになっています。夜なのでちょっとこういうあのそのこの谷崎潤一郎の陰影乱散じゃないんですが、あのそういう中でこう少しこの陰影の中で、ね、輝きを見るという陰影乱散を取り出させていただいたつもりでございます。まあ、詫びの美学というのはこういうように非常にこのあの一見あのなんていうかあの影の面といいますか、あの派手さはないんですが、その中にそばはかとないなんていうか、想像力の呼び水といいますか、そういうものにつながりがあると思います。今日はあの金太一さんの音楽も非常にあの最初にお渡ししたウィンドバンシングシートに書いてあるような、まあ、この今の出ているよりこの花テーマとしたもの、あるいはあの、お茶会でよく使うあの掛け軸的な漢字、満州文字その他が描かれているものを使わさせていただいておりますが、やはり利休さんの有名な言葉の中にあるように花はの、はい、今日はあの黒川先生のお話を、はい、おめでとうございます。今日あの黒川先生といろいろ半年くらい前からこういう企画を考えまして、なんかお茶のついた茶室っていう、まあ、外の空間、皆さんさっき、いらっしゃいますけど、中にちょっと映像、まあ、動く影軸っていうか動く絵みたいなイメージで、まあ、茶室の中にあったら面白いではないか、まあ、そういうことで一緒に、まあ、相談して、まあ、今日のことをこう、まあまあ、やらせていただきましたけどですね。で、この楽器をちょっとあの聞かれて、今日はあのお茶のパフォーマンスというか、まあ、お茶と一緒になんか弾いたら何がいいかっていう話で、まあ、これちょっとインドの楽器なんですが、サランギという楽器なんで、まあ、この楽器を、全くこの表現が自分の好みに合わせて今日弾いたんで、今日の気持ちに合わせてこの弦を表現してで合わせたということですね。それを偶然性というか自分の意識とその、なんていうか楽器との今日の気持ちっていうのはそれを即興的な意味で、まあ、一曲聴かせていただきましたので本当に今日はありがとうございました。ということでお手前の仕組みがありますけど、皆さんあのこれまだお飲みにあのつかみそこねてらっしゃる方がいらっしゃるので大丈夫でしょうか。あのまだあのお茶が若干あの残っておりますので、もしよろしければもう一度お願いしますので、どうぞあのご遠慮なくお手を挙げていただければと思います。この2つの供養施設ということでございまして、より等しい方のご成婚記念のこちらの結婚式に使われておりますので、あのそういうおめでたいご